エージェントビノット最強のスパイは2012年に公開されたインドのスパイ映画。シュリラームラガバンが監督を務め、アリジットビシュワースと共に脚本を務めている。主演はサイフ・アリー・カーンとカリー・ナ・カプールが務めている。サイフ・アリー・カーン・カリー・ナ・カプール1977年公開のエージェントビンドとタイトルが同じだがシュリラームラガバンは 続編やリメイクではないと語っている。また、ボリウッドハンガマの取材の中で、アクション、スリル、キャラクターに溢れた、現実主義的な映画について述べている。2010年5月30日、ラガバンは、ムンバイで撮影が始まったことを発表した。撮影は他にも、モスクワやラトビアでも行われた。カリーナ・カプールが演じたキャラクター。 イラーム・パルビーン・ビラールの名前は2008年にラガ・バンガ・ロサンゼルス・インド映画祭で出会ったパキスタンの映画監督イラーム・パルビーン・ビラールから取られている。公開初日の興行収入は9410万ルピーを記録した。2日目の興行成績は初日を下回り、公開初週末の興行収入は1億8000万ルピーを記録した。 公開第1週末の興行収入は3億6750万ルピーを記録し、最終的には工業的に失敗したとみなされている。シュリラーム・ラガバン・インディア・トゥデイのカベリー・バムザイは、シュリラーム・ラガバンが愛の思考で弱くならなければ、エージェント・ビノット最強のスパイは、よりスマートで、より鋭く、よりクールな映画になっただろうと批評した。 The Times of India のコーラブ・マラニは映画を平均より上と表現し、映画は面白いものの完璧ではない。この映画は全力を尽くしていない。と批評している。rediff.com のラジャセンは2.5の星を与え、映画としては失望と言わざるを得ないと批評している。ヒンドースタン・タイムズのアヌパマ・チョープラーは2.5の評価を与え、 映画は後半でスピードを上げるにもかかわらず、あなたを不満足にさせるかもしれませんと批評している。恋もいのミリガンクダニワラワ2、ー、ゴーの星を与え、エージェントビノット最強のスパイは間違った意味で大胆な実験です。それは完全な楽しさを与えるものではありません。ジェームズ・ボンドあるいはハリウッドのボーンシリーズに遠く及びませんと批評している。G ニュースは、 エージェントビノット最強のスパイは、賢明な方法で楽しむ試みをしています。しかし、それは、素晴らしい作品とは呼ばれません。スタイリッシュなプレゼンテーションは見るべきですが、それ以外には何もありませんと批評している。デカンクロニクルの仮ド・モハーメドワに、5の星を与え、提案。もしあなたが、エージェントビノット最強のスパイを最後まで見るつもりなら、 目を覚ますためのコーヒー入りの大きな魔法瓶を持ってくるべきですと批評している。CNN イベントのラジーブ・マザンドワに後の評価を与え、映画は様々な作品の影響を受けており、独自のアイデンティティを見つけることはできないと批評している。公開前、サイ・フ・アリー・カーンと実業家、アイク・バール・ミール・シャルマが喧嘩を起こし、それが映画のための宣言だと指摘された。しかし、カーンは、 宣伝目的という指摘を否定し、私はそのようなネガティブな方法で宣伝することを信じません。むしろポスターとプロモーションは適切な種類の話題によって作られるべきですと語っている。イランのバンドヌバロバックスは映画の劇中歌ピーハー・キップンギがバンドのソーサン・ハニュームからの盗作だと主張し、公開1週間前に音楽監督のプリータムを訴えた。しかし、 バロバックスは公開2週間後にそれぞれの歌は別物であると述べて訴訟を取り下げプリータムに謝罪している。パキスタンでは劇中で同国の情報機関 ISI がテロ組織との関係を示唆する描写がされていることを理由に上映が禁止された。パキスタンの処置についてカーンはこれはリアルな種類のスリラーです。 私たちはパキスタンに対するネガティブな要素があり、彼ら検閲官が問題を示していることも知っています。私たちはパキスタンに潜伏する犯罪者を描きましたが、それは周知の事実です。しかし、最終的には RAW のエージェントが勝利し、悪役が敗北することを望みます。彼らがそれを不快に思うのならば、彼らはエージェントビノット最強のスパイがパキスタンで、 上映禁止にされている事実を公表するべきです、と語っている。公開一週間後、エージェントビノット最強のスパイに、盗作疑惑が持ち上がった。報道によると、映画には、古い映画の曲が無断使用されており、その曲は、ピアー・スーバ・ホギの、オスモン・ポリエチレン・ハイクダ、ザ・トレインの、メリ・ジャーン・メーン・カハ、ダラパティ・オドル・ゴッドファーザーの、ラカンマの3曲とされ、 これらの曲の権利所有者は映画にクレジットされていなかったという。カーンはこの問題について権利所有者には使用料を支払い済みであり、こうした問題はこれが最後の案件だと語っている。ありがとうございます。